皆さんこんにちは。皆さんはちょっと前にアシストキャラの AI 改善っていうのがあったの覚えてますでしょうか？4月あたりのメンテナンスでアシストキャラの AI の改善が行われたんですよ。これによりソードスキルを打ってくれる頻度が高くなったんですよね。今回はこれを利用した方法をちょっとご紹介します。階層フィールドのアシスト狩りってやつなんですけど、メニュー、クエスト、未受注クエストって進んで、ここ周回って押せば一度クリアしたサブクエストが表示されるんですけど、ここ81層フロア81ってここ書いてあると思うんですけど、モンスターを倒すサブクエストが一つだけなんですよね。81の1で、でここ他のやつ、残り挑戦回数って書いてあるやつはこれ探し物のクエストなんですけど、これしかないんですよ。とりあえずこれ移動するって押して OK 押せば、81層のサブクエのあんな NPC の前に来るんで、これ受けちゃって、でこれもう初回クリアしてること前提で話してますけど、初回クリアしてない人はこれ初回クリアしてって感じなんですけど、でここで左上のパーティー募集ってここ書いてあるところの右のプラスボタン押します。でアシストパーティー作成って出るので押して、でこれキリトとリーファー、これ片手直剣使いのアシストキャラ組んで、これ結成押します。このアシストキャラのスキル編成についてはちょっと後でお話しするんですけど、これを組んで、これちょっと通常攻撃打ちます。通常攻撃打つと一気にこれ一瞬で倒してくれるんですよ。これどういうことかっていうのをちょっと説明していくんですけど、そのアシストキャラのスキル編成、これ左上のメニュー開いて、あの画面下部のアシストキャラ押して、でキリトとリーファースキル編成したんですけど、ちょっとこれを説明していきます。これキリトの画面で左の装備っていうところを押すと、これってあのアシストキャラがある程度育ってて、こういうパワーライズとかこの攻撃力が800上昇とかいいスキル持ってること前提なんですけど、大体みんなこういうパワーライズって狙ってオーダー引いたりすると思うんで、結構持ってる人は多いと思うんで、これでちょっと説明するんですけど、これが結構攻撃力上がるから、火力増すのにいいのと、防御力上昇の効果ってあると思うんで、何かしら、このライトマジックっていうのが自分のレベルに応じて防御力が上がるやつで結構強いので入れてて、でこの攻撃力が何パー上昇ってやつ、 HP が 75% 以上で攻撃力何パー上昇っていうのは、この直剣モッドの、この防御力 ×2 上昇っていうやつあるんですよ。攻撃力が防御力 ×2 上昇ってやつ、ここの、計算式は、細かい説明は省くんですけど、その防御力 ×2 上昇のところに、この攻撃力何パー上昇っていうのがかかってくるんで、詳しくは、ダメージ計算式を解説したブログ記事を動画説明欄に URL 貼っとくんで、あとは俺が使う直剣モッドって火属性と風属性なので、火属性ダメージと風属性ダメージがアップするやつ、攻撃力上がるとかダメージ何パー上昇とかを、バランスよく組むのが一番あのダメージが上がるって言われてるんで、あとはここのソードスキルの欄を直剣モッドだけにしてるんですよ。さっきアシストキャラの AI の行動改善が以前あったって話したんですけど、本当に初手からソードスキルをいきなり打ってくれるんですよ。改善前はあの通常攻撃とかもあのいっぱい打ってたんですけど、いきなりソードスキル打ってくれると。なので、ソードスキルは直剣モッド、使用可能なソードスキルは直剣モッドだけにして、ここソードスキル使用不可って書いてあるのは、このクールジャグリングエギルってやつが、同じセット内でエギル2枚以上って書いてあるんですけど、このスキル自体がエギルなので、同じセット内にもう1枚エギルを装備する必要があると。でこれエギルが入ってる感じで、これ同じセット内でキリト2枚以上かだったら、これをあの星1を、キリトに、キリト使うとあれか、片手直剣のソードスキルだから打てるようになっちゃうのか、ちょっときついな。これは後で、変えるとして、これが俺持ってるやつはアスナ1枚以上なんで、アスナ、こっちに入ってるんですけど、アビリティの方に、こっちね、
なんか入ってるのは、まあなんかアビリティ変えた時のためにちょっと入れてるんですけど、まあこれなんで星1入れてるかっていうと、アシストキャラってこれ装備コストっていうのがあって、強いスキルをいっぱい装備すると、スキルレコードの装備枠いっぱいまで装備できなくなっちゃうんですよ。スキルレコードを装備するたびにこのコストっていうのが上がってって、この右の今192って書かれてるやつが俺のアシストキャラのこのキリトの装備コスト上限なんですけど、これ超えるとそれ以上スキルを装備できなくなっちゃうん でこの星1はコストがめっちゃ低いんですよ。コスト8ってなってて、まあ、直剣モッドの方はコスト32なんで、まあ、コスト低い、かつ、まあ、キャラの指定キリト何枚以上だの、アスタ何枚以上だの、満たしやすいのと、あとアシストキャラは覚醒が使えないんですよ。なのでどうせ覚醒使えないんだったら、まあ星1とか星2とかまあ入れとけばいいんじゃないみたいな、キャラ指定を満たすためだけに。まあアスナちょっと被ってるのはまあ意味ないんですけど、まあここはあれですね、まあ別にこのまあこういう防御上昇のバフとか入れてもいいのかな。でもそれだと一発目から撃ってくれないので、まあ一応こういう風にはしてるって感じですね。まあリーファも似たようなスキル編成なんですけど、でこれ一回通常攻撃撃つと、まあ、これ一気に直剣もっと撃って倒してくれるんで、でもう一回これ撃って通常攻撃やっても、まあ、もう一回倒してくれるんですけど、3回目くらいになってくるとこれずっと通常攻撃してるんですよね。でこれは、まあ、アシストキャラにも SP とかクールタイムっていうのがあると思うので、まあ、それでなかなか撃ってくれないと。でこのポケモンでいう青いなんかスバメみたいなやついるじゃないですか、81層に。これ倒してればあのサブクエストが進行するんで、この左上にこれ S スワローを80体倒すってやつ進行してるので、まあ、これで勝ってるうちに進行するんですけど、まあ、ある程度強い人ならこうやって直剣モッドでワンパンで倒せるんで、まあ、アシストキャラの SP とかクールタイム回復するまでこうやって買って、で自分もクールタイム来てるなって思ったらこうやって通常攻撃やってこうやって倒してもらうと。あちょっとこれでかいモンスターだから少し倒すのに時間かかってるんですけど、まあこういうアシスト狩りができてしまうっていう話なんですけど、なんでこれ81層の狩りを進めてるかって思うと思うんですけど、普通にレベリングするんだったら47-2とか50-2がいいんじゃないかって思うんですけど、この階層ってホタルだけっていうアイテムが出るんですよね、モブ倒すと。でホタルだけって、まあ、最近実装された、まあ、この動画撮ってる時点で最近なんですけど、まあ、指輪っていうのがあって、でまあ、指輪の生産に、まあ、土の指輪ですね、土属性のダメージが何パー上昇みたいな効果がつく指輪、これを生産するのにホタルだけが必要なんで、ただ81層ってやっぱさっき言った通りサブクエが1個しかないし、なんか募集しても一番人が来にくい感じするんですよね。でそういう時にまあ一人ででも狩りたいみたいな人がいたら、こうやってまあ狩るっていう方法もあるんじゃないかと思いました。こうやってスイッチ打つと、まあアシストキャラもスイッチ打ってくれるんですけど、まあ全体攻撃とか直剣元の全体攻撃、例えばお茶会アリス、俺は持ってないんですけど、お茶会アリスとかがあればアシストキャラスイッチで連動して打ってもらえるのでいいんじゃないかなって思いますね、持ってたら。まああとは完全ソロの人とかも、まあ、こういうやり方があるよって話で、このサブクエ、まあこのスバメ80体倒せばクリアなので、まあ、そこそこいいんじゃないかなって感じですね。こうね、ホタルだけのためだけにねわざわざねパーティー組むっていう人もねなかなかいないかもしんないし、まあただこういう階層フィールドの狩りだけじゃなくて、まあこの現環境ではこの81層のフロアボスのラングレンとか周回する人あまりいないと思うんですけど、81層の名9区ですね、周回してるってもやっぱホタルだけって集まるので、まあ81層のモッド集めは美味しいんじゃないかなって。まあこれ以前書いた81層の攻略記事なんですけど、まあ81層迷宮区のモッドのかけら3集めっていう項目があって、でまあ奥地より助動のがやりやすいって話なんですけど、まあ助動でまあ最初迷宮区入ってからちょっと右に進むと、まあここレイスがいるって話で、でこの四角で囲った部分にバリケードがないって書いてあるんで、ここマジでバリケードないんで、そのまま下に進んでこのレイスとウルフと赤い鳥一体ずつ倒して宝箱もあるんで、まあこのでかいモンスターですね、モッド解放アイテムがドロップするのはこの3体でかいモンスターいるんで、ここ倒して、まあ、戻って
てきて、まあ余裕あればこっちも倒してって感じなんですけど、まあこのね81層のモッド集めは結構いいんですよね。まあ75層結構有名なんですけど、こっちも結構楽というか、まあドロップ率がいいんで、まあ楽さで言えば75層かもしれないですけど、ただこのモッド集めってレアモンスター倒したら終わりなんで、まあここを最初のね多分バリケード突破するのにちょっと倒すけど、まあホタルだけをいっぱい集めたいっていうんだったらちょっと効率は悪いのかなとは思いますね。やっぱ指輪厳選ってなると、まあ何個も何個も作るってなると思うので、まあ本当にやり込む人はですけど、マジで時間かかるので、そこまでやり込まないっていう人はまあ、うん、このモッド集めとか、まあさっきの階層フィールドのアシスト狩りでもいいし、あとはさすがにもう81層ってことでもうかなり上の層なんで、倒すと結構熟練が入るんです。今28プラス56って出てるんですけど、まあ片手直径、これ盾も装備してるんで、両手にこの28プラス56、まあ54か81くらいかな入るんで、これ結構多い方だと思うんですよね。でまあ黒黒みたいな熟練の掲示板と違って金属片とかもたまに落ちるので、あと注意したいのがこのアシストキャラのスタミナですね。これスタミナゼロになると攻撃力が大幅に低下するんで、あの直剣もっと打ってもマジで威力出なくなったりするんで、まあこのアシストキャラのこの左下にスタミナ回復ってあるんで、まあこれでスタミナ回復したり、まあ他のキャラに切り替えたりとか、まあそのスタミナ回復アイテム、この元気の果実っていうのはイベントとかで手に入るんですけど、まあイベントとかっていうかイベントですね。まああとはこういう風にこの回復オブジェクトの近くで狩りしてると結構いいのかなって思います。やっぱりね、そのね直剣モッド、俺たまたまその眼帯アリスも持ってるんで、これ直剣モッド2枚持ちなんですけど、まあ2枚でもねちょっとねスキル頻度が高くないので、まあ自分も打つっていう感じにはなるんですけど、まあ1枚しか持ってない人とか、まあマジでスキル揃ってないとできないじゃないかって人もまあいるんじゃないかと思うんですけど、まあそういう人はオーダーさんの直剣モッド、まあこういうやつ1枚でも持っているんだったら、まあ例えばそのアシストに頼り切るんじゃなくて、まあ自分であの狩るとかにもなるんですけど、あのクールタイム減少の追加効果、まあこういうやつですね。クールタイム減少、打つと減少するやつあったり、まあこういうスイッチゲージ増加量が多いってやつ使ったり、まああとはこういう全体攻撃かつスイッチゲージ増加量が多いやつとか使ったりして、まあスイッチゲージを満タンにして直剣モッドを打つ頻度増やしたりして、アシストキャラってパーティー組みながらまあやってもいいのかなっていう感じはしますね。まあ一発で倒せなくても何発かでも倒せると思うんで、例えばコネクトスキル、片手直剣のコネクトスキルとか使ってまあ倒したりとかもできると思うんで、まあこういうやつにまあなるべくスキル威力高いやつを連結させて、まあこれ今全然連結してないんですけど、連結させてまあ倒すこともできるんで、まあ、ホタルだけ欲しいんだったらそんな、まあ、長い時間やんなくてもいい、なんかちょこちょこ少しずつねやってもいいっていうんだったらパーティー組んでちょっと短い時間でもいいからやりませんかって感じで、まあ、ギルメンとかにちょっと声かけたり、ノラッパであの何時までとか呼びかけたりして、ホタルだけ集めみたいな感じで募集してやっても、まあ、いいんじゃないのかなって思いました。まあ、以上でこの81層のモブ狩り、アシスト狩りみたいなこういうこともできるよっていう解説でした。まあ、なんかこの方法がすごくいいとかそういうわけでもまあすごくいいかどうかは分かんないんですけど、まあこういうアシストキャラを使ったこういう方法もあるよっていうことで、何かしら他にあの思いついてできるようになったりとか、何かしらその思いつくこと、なんか発想のヒントとかになったらいいなって思ってます。まあ、そういう感じでちょっと動画作ってみました。あ、ウサギ来た。まあいいや、ちょっとこれあのやってると動画長くなっちゃうんで、ちょっとご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。あ、倒した。